全て演技で初めから俺に近づくための嘘だったとしたら、首のとこゴミがついてますよ。ありがとうございます。つうかなんだこれ。いいから作戦通りにしろ。おいそこの女、お時間いただこうか。秘密警察の方。これはおそらく西側へ宛てた暗号文書だ。ここに名前が書いてあるな。ノリノリじゃないか。さあヨルさん、あなたが黒の弟に助けを求めろ。そうでないなら。私、既婚者だと申し上げました。とても優しくて善良な市民です。弟も夫も。この暗号本当に合っているか。え、そんなはずは。うん、これは帰ってよいが、この一件はバーンズ氏の名誉のためにも他言せぬように。まああの素振りなら秘密警察とつながってる線はなしと見ていいだろう。命が惜しかったら誰も信用するな。腹立つ。ああ、ヨルさん、また襟元にゴミが。